動画をご覧いただきありがとうございます。新山するでございます。今日の動画のテーマなんですけれども、高い音が出るアンブッシュアの秘訣秘密ということでやってみようと思います。よろしくお願いします。はい。で、僕は結構高い音に関する動画を今まで3万本ぐらい出してきたと思うんですけれども、やっぱり高い音って僕もまだまだ出る方だとは思ってないんですけれども、まあある程度チューニングベイから上のまあ、ハイベイ、ハイツェイ、まあ、ハイツェイぐらいまでだったらとりあえずは、まあ、曲でもなんとか使えてるかなっていうレベルではやっております。で、なかなかまあこのレベルまでね達してない方ってもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、高い音をそもそも出すためのアンブッシャーっていうのは実際どうなのかっていうのは、まあ、過去にも出してるんですけど、改めてちょっと出してみようかなというふうに思いましたので、よろしくお願いします。はい。で、アンブッシャーっていうのは、まあ、前提としてまあ唇の形なんですけれども、基本的にはこの唇の出口の広さがどれだけ狭いかどうかっていうのが僕はすごく重要だと思っていて、でただ人それぞれいろんな考え方があるんですけれども、息の圧力によって狭くもできるんですよ。で、トランペットを押し付けることによっても狭くはできるんですよ。なので、とにかくこの出口っていうのをハイトーンを鳴らすためには、高い音を鳴らすためには鳴らしやすい状態、すなわち出口を狭くしなきゃいけないんですけど、それを作る上での作り方は人それぞれたくさんあるっていうのを前提をお伝えします。ただ僕はもともとハイトーンが出なかったんですよ。で、出なかった時ってどういう感じだったかというと、めちゃくちゃ広かったんですよ。出口がめちゃめちゃ広くてな感じで吹いてたんですよね。でそこからじゃあ今はある程度出せるようになったところっていうのはどうなったかっていうと、とにかく出口を狭くして、狭くしたところからちょっと隙間を空けていいところをキープしてみたいな感じで出してる。みたいな感じなんですよね。とにかく狭くしてピーって出してるんですよ。で、この狭くするやり方なんですけど、狭いまんまだと吹けないって方結構いらっしゃるんですよね。で、狭いまんま吹いてるわけじゃなくて、一番最初のセッティングを狭くしてるだけなんですよ。だから、一番最初をゼロだとして、そこから徐々に広げて OK なんですよ。なぜかというと、広げないと息って入んないじゃないですか。だから、ある程度広げても OK なんですよ。ただね、ここでちょっと一つ、皆さん勘違いしてる方多いんですけど、高い音ってそんなに、もちろん、大きい音で吹く場合もあるんですけど、息の量ってそんなに必要じゃないんですよね。だから、息が入りすぎちゃってるってことは、唇の出口が広がりすぎちゃってるので、息が入りすぎないようにわざと狭くしてあげて、ここに抵抗感を作るっていう考え方が重要なんですよ。だから、例えば、このソの音。これ今、どんぐらいの息で吹いてるかというと、多分そんな聞こえないんですよね。なんかイメージだと、これイメージだと、こんぐらいの息で吹いてるような感じがするんですけど、そんな使ってないんですよ。こんなもんです。じゃあさらに上のハイベイいきますよ。これだったらこんなもんなんですよね。だから全然イメージをしている以上に息の量っていうのは少ないですよ。ただ細い穴から素早く出してるっていう感覚はあります。はい。で、次ですね、ウォーミングアップについてちょっと、まあ今日はアンブッシャーの話と、まあ、ウォーミングアップにちょっと少し脱線というか兼ねて話すんですけど、ウォーミングアップで低い音から吹いたり高い音が吹いたりとか、これいろんな方いらっしゃるんですけど、基本的にはこれも正しいウォーミングアップは人それぞれ自分の中にあります。で、僕はどうしてるかというと、僕はもともと唇が広いタイプなんですよ。唇が広いから広い状態の唇を最初狭くするっていう形のウォーミングアップをしないと上の音が出なくなっちゃうんですよ。じゃあどうした方がいいかというと、上の音から始めたんです、ウォーミングアップを。上の音からウォーミングアップを始めて、まあ最低チューニングベイ。もういきなりつけてハイベイが出せるぐらい。僕だからもう結構上の音なんですよね、自分の場合。セッティングが。なので、セッティング上の状態からスタートして、その後だんだんほぐしていくっていう感じのウォーミングアップをしております。ただ、もともと
高い音が出せる唇、すなわち狭い状態っていうのを最初からできちゃってる人っていうのもいるんですよ。そういう方は低い音からスタートしないと、すごく音が硬くなってしまったり、すごく音が細くなってしまったり、全然狙った音が当たらなかったりとかっていう感じになってしまうんですよね。だからそれは今自分自身がどういう状態なのかによってウォーミングアップも変わるし、それはアンブッシャーによって変わるんですよ。で、今日のテーマに関しては、まあ、高い音のアンブッシャーの秘密っていうことを言ったんですけど、基本的に高い音が出しやすい人のアンブッシャーっていうのはもう最初から上の音が出せちゃうんですよ、気楽に。だから頑張って頑張ってハイトーンを出すじゃないんですよ。何も考えなくてもピーって出ちゃうんですよ。だからピーって出る人の唇っていうのを僕は常に研究してきたわけですね、昔からね。じゃあどうなってんのって言ったら、狭く作れてるんですよ。その狭くの作り方っていうのは冒頭にも話しましたけど、唇自体を閉じる、楽器の圧力を増やす、自分自身の息圧を増やす、まあ、この3つなんですよね。内側、真ん中、外側。ただ楽器を押し付けるってやると後もつくし疲れるんですよ、バテるんですよ。で、内側の圧力も圧が加われば加わるほど開くんですよね。で、開けばどうなるかっていうと、上の音が出づらくなるんですよ。出ないわけではないですけど出づらくなるんですよ。じゃあどうした方がいいかっていうと、唇自体を締めるしかないなっていうところにたどり着きました。はい、僕はそんな感じで高い音のアンブッシャーは作っております。はい、で、まあ高い音としてもね、もっともっといろんな果てしなく高い音ってあるんですけど、まあ、ハイベイ、ハイツエのあたりの音を、まあ、曲で使うっていう部分に関しましては、まあ大体上のソぐらいがフラットでいつでも出せるように、もうこの音がいつでも寝起きでも学校から帰ってきて玄関に例えばトランペットが置いてあったとしても、おかえりみたいな、で朝おはようみたいな感じで、で最後おやすみみたいな感じで、はい、もうそんぐらいいつでもできるにしてほしいんですよ。じゃあいつでもできる状態ってことは、それだけ力が入ってなくてフラットな状態ですよね。だからいつでも出せるぐらい、その音が出せるぐらい狭くしといた方が僕はいいと思ってます。まあ、僕は実際そうなってますんで、はい。なので何度も何度もごめんなさいで、周りくどいようで何度も何度も同じこと言ってるような感じがするんですけど、人それぞれなんです。人それぞれっていうのはあれなんですけど、おそらくこの動画をここまで見てくださってる方は多分高い音に困ってる方だと思うんですよ。困ってる方であれば一回試してください。高い音が困ってない方は多分見てないと思うし、多分もう自分のウォーミングアップとかそういうルーティンがもうできちゃってるから必要ないんですけど、でも僕、おかげさまでね、僕のチャンネル登録してくださってる方っていうのはやっぱり苦手な方っていうのが多分一定数いると思うんですよ。だからそういった方に向けてのまあ動画になってますので、まずは一度試してみてください。試してみてから考えるっていうのはすごく重要なので、はい。まあこれも一つの意見ですけれどもね、はい。僕はそう考えます。はい。まあそんなわけで、今日はね、高い音のアンブッシャーの秘密っていう形で、まあ喋りがメインになりましたけれども、そもそもね、根本唇が自分自身どうなっているのかなっていうのをね、ぜひちょっと、考えて観察していただけたらと思います。はい。まあこれからまだまだね、僕自身もっともっと有益な情報を発信できるように日々研究重ねてまいりますので、皆さんのお悩みとかですね、コメント欄でいただけましたら、はい。まあ動画にしたりとか、コメントに返信したりとかいろいろさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。はっ。これわざと外しましたよ、上に。はい。